皆さんこんにちは、しおのめはじめです。今回は驚き E233系が高崎地区に導入されるのが駐車だけについて皆さんに紹介していきましょう。今回は E233 系が駐車だったっていう正式な情報というわけではありませんが、ただどう考えてもそうなんじゃないかっていう風な感じの情報があったので、今回はこの可能性について皆さんに紹介していきます。 E233 系予定がまた一つ中止になって、もしかしたら本当に景品等くせに E235 系が来ないのかもしれませんね。というわけで話を始めていきましょう。まずはそもそもの話、 E233 系がどうして高崎地区に来るんじゃないかっていう風に言われたかについて紹介していきましょう。一応言っておくと、 E233 系の検討については公式情報が元になっているため、一応可能性は結構当時としてはあったですよね。まず E233 系が2020年に E235 系交換されることが検討されました。結構知っている方も多いでしょうが、京浜東北線で E235 系を導入し、ワンマン化やドライバレス化をするんじゃないかっていう風に言われましたね。それに合わせて E233 系を交換して E233 系は地方に行くっていう風に言われました。そしてこの際の対象線区として仙石線、房総半島、高崎地区、あとは長尾地区っていう風に書いてましたね。このような感じで高崎地区っていう風に書いてある通り、高崎の上越線とか両房線、新越線、赤妻線とかが候補でしょうか。一応高崎から前橋間は E233 系3000番台が走ってますが、おそらくこれとは全然別のものが来るというふうに思われます。211系の代替賞で、211系は今年で大体古くて35年ぐらい、新しくて30年くらい、まあそんな感じでしょうか。大体そういうふうになるかなっていうふうに思われます。そんなこともあり、なんだかんだ言ってあと5年もしたら車輪が40年を超えてくるものも出てくるため、さすがにちょっと本格的に解体を検討すべき時期に入っているとも言えますね。一応2020年当初に発表された E233 系の代替計画では、2024年度ぐらいから新車を導入していくっていう風に言ってました。このことから2024年度から順次 E233 系が地方に行くことができるため、結果的に E233 系が高崎地区にも2024年度以降から来るんじゃないかっていう風にも当時は思われてましたね。もちろん現代はまた話は結構変わってきますが、また後に2020年の5月29日に発行されたっていう風に称するベストプラクティスかなっていう風に思われる資料があったんですよ。この資料によると、具体的に E233 系が高崎地区に来るんじゃないかっていう風に書いてましたね。具体的な内容としては、211系3000番台を E233 系1000番台景品特性向けを改造することで代替するっていう風に書いていましたね。内容によると、10両編成を4両編成と6両編成に、そしていずれの編成にも中編成ワンマン運転機能が搭載されるというふうに書いてましたね。要するに今流行りのあのワンマンカメラが搭載されたことですね。最近8号線とかでも改造で設置されてますが、多分同様に設置するんじゃないかなっていうふうに思われます。すでにもう常磐線の運用では使ってますし、現実性は結構あるかなっていうふうに考えますね。そして導入手続きについては、2026年度から2028年度っていうふうに書いてます。一応こんな感じで、なんだかんだ言って211系が E233 系交換される、ある程度具体的な情報が一応高崎社のベストプラクティスらしきものに書いてました。一応これは公式出したベストプラクティスではなく、本来はこれ内部資料ですか、なんか特殊な形でリークしたんですね。一応そもそもこの資料が本当のことを書いてあるかっていう疑問はあるんですが、というかそれ以前に偽物じゃないかっていう噂もありますけどね。ただ一応これ本物じゃないかなっていう風に考えられるお話なんですよ。それは GNSS 無線踏切システムですね。このシステムが結構後にこの資料が本当だったことが判明します。まあ実質本当っていう風に見なせるってことですね。というのも GNSS 無線踏切システムの試験が、この道路資料が発表されたちょっと後に公開されました。要はこの資料がネットで出回った後に、 GNSS 無線踏切システムに関する実験が8号線で GVE400 系を使って行われることが発表されて、このことから実際 GNSS の踏切システムを導入することが試験段階とはいえ想定されていることが伺えますね。この話は同資料のキハ110系を新型ハイブリッド車両に交換するっていうところに書いてました。こちらの情報によると、8号線使っているキハ110系ですね、あそこにまで来る車ですが、どうやらハイブリッドの新車に交換することが書かれてました。使用等についてはまだ検討中で、細かいことは分かっているところも多いですが、一応 GNSS 無線踏切システムを搭載する可能性があるというふうに書いてますね。というのも、一応この新型ハイブリッド車両を導入する際の
いわゆる中期っていうところに書いてあるんですが、こちらによると GNSS 無線踏み切りシステムの試験は、本年度、まあ、要するに、2020年度ですね。これを8号線実施して、採用するかどうかを判断するっていう風に書いてあったんですよ。さっきも紹介したように、ハイブリッドでありませんが、一応電気式の新型の機動車である GVE400系を一時的に利用して8号線試運転することが実際に行われました。実際それで GNSS 無線踏み切りシステムをテストしたんですよね。どうやらその後、テスト結果を踏まえて導入するかどうかを決めるそうですが、見た感じやっぱり GNSS 無線踏み切りシステム導入が書いてあったことから結構個人的に、これはガセータじゃない可能性が高いというふうに思います。というのもこの GNSS 無線踏み切りシステムって結構マニアックすぎますよね。鉄道ファンだったらやっぱり電車のことは結構詳しいですし、例えば、確かこの資料がネットに流れた頃っていうのは、すでに233系の大体の話が報道等で皆さん分かっており、大体こういう情報を詰めとけば、なんかそれっぽく嘘押しを作れちゃうかっていうふうにも考えられますよね。ですが、こんな GNSS 無線踏み切りシステムっていう超マイナーな話、正直言って私も初めてこの資料を見るまでこの踏み切りシステムは知りませんでした。一応このシステムは最新のシステムで、どうやら無線っていう風に書いてる通り、無線通信を活用して踏切の制御を今までよりも効率的に小メンテナンスでできることから維持費が安くなって、結果的に地方ローカル線が維持しやすくなるっていうメリットの多いシステムだそうですね。まあ実際これが無線通信を使うことがあって、どれぐらい精度高くできるのかっていう問題点はあるんですが、ただとはいえ一応このシステム自体は特になんか変なシステムなく割と真面目なシステムかなっていうふうに感じます。ただとはいえ結構、多分この GNSS 無線踏み切りシステムに関する話は JR 公式が出る、もしくはこのロード仕様がネットにリークするまで多分ほとんどの人が知らなかったじゃないかっていうふうに個人的に思ってますね。あまりにもマイナーでかつ多分まともに採用実績もなかったこの特殊な踏み切りシステムですから、おそらくほとんどの人がネット上でこの情報を見つけるのは当時は難しかったかなっていうふうに感じます。一応このいわゆる新型ハイブチャイルの情報が出てからは一応書いてあったんで、調べ方も結構いそうですが、ただやっぱり相当このマイナー情報を、しかも試験の年度含めて明記した上でわざわざ書くっていうのは、やっぱり公式の資料じゃないと難易度は結構高いんじゃないかっていうふうに思います。だから結論としてこの資料は一応 JR 公式のリンクとかそういう感じではないですが、おそらく多分本当に2020年度のベストプラクティスとしてはこんな感じだったんじゃないかっていうふうに思われますね。一応ベストプラクティス自体は後に、なんだかんだ言って内部で変更されたため、実はこれ最新版ではなかったりするんですが、ただ今回の考察では結構重要な情報なんで、皆さんにちょっとこの情報が正確のかについても詳しく紹介しました。ちなみに、もしもの話ですが、ハイブリッド機動車が来るとしたら、どういう車両が来るでしょうかね。ハイブリッド機動車って言ったら戦績東北ライとかで活躍してる感じの車両でしょうか。もしくは計画変更して、電気式機動車になるでしょうか。結構個人的にハイブリッドも電気式も割と結構似てるところがそこそこはあるんじゃないかっていうふうにも感じますが、まあ、もしかしたら電気式の方がトータルでよかったらそっちに変更する可能性もありますね。制御系についてはおそらく、いわゆる足回りとかモーターが全部電車と同じ感じの電気式の方がメンテナンスとかは楽なんで、あっちの方が可能性としてはありますね。ハイブリッドって結構技術的にすごい複雑なんで、やっぱりその分維持費がかかる分、なかなか導入しづらいって可能性もあります。ただとはいえ、そもそもこの車が来るかどうかについても結構疑惑が出てるんですけどね。まあ、これについては後で紹介します。一応こんな感じで、ベストプラクティスが出たんですが、結構最近この内容変わったんじゃないかっていう風に言われてますね。まず、2021年成績戦が E 被災地を導入することが発表されました。ただ発表といってもいわゆる正式発表ではなく、いわゆる労働資料内でちょこっと情報が抜けたって感じですね。まあ一応こういう風にして成績戦は E 被災地を導入最初戦区になっちゃったんですよ。ちなみにこの E 被災地の低下となりそうな成績戦ですが、もともとこの路線って一応 E233 系導入対象でした。もともとは E233 系を導入して、そして25系を交換しようっていう風に思ったんですよ。ですが最近の発表で E233 系ではなく E131 系を導入しようっていう風に言っちゃったんですよね。まあもちろん今後これは変わる可能性がありますが、ただ最新情報だと成績戦は E131 系を対象戦区になったんですよ。ただやっぱりもともと最初の報道では E233 系成績戦区っていう風に言ってたので、もしかしたらこの E233 系の導入が変わったんじゃないかっていうふうにも思われるんですよね。他にも E233 系がワンマン運転をする改造するってことが実質的に JR のワンマン運転に関するプレスから間接的に読み取れたので、
やっぱりこれもちょっと親っていう風に感じ要素かなっていう風に感じます。 E233 系は一応2000万台とかでワンバン運転をすでにできる状態になっており、多分これに近いことを1000万台でもやるんじゃないかっていう風に思われます。そして実際に JR のワンバン化仕様でも電車を改造することでワンバン運転に対応していくっていう方針が発表されました。要するに新車を導入して元々はワンバン運転しようと思っていた JR も改造で対応するっていう風に言ってたため、実質的に新車といえる E233 系は導入されず、代わりに既存の E233 系を改造した上で使っていくんじゃないかっていう風に思われますね。まあもちろんこれも一応公式プレスに明記されたわけではないものの、一応可能性としては E233 系の導入がされないんじゃないかっていう風に考えることもできますね。結構当チャンネルもこのことについては紹介しましたね。まあこういう感じの情報が出てきたので、徐々になんかもしかしたら、なんか結構怪しいんじゃないかなっていう風に考える情報も出ちゃったですよ。一応ここまではどちらかっていうと、他の車の動きとか、あとは最近の京浜東北線の動きとかで、ちょっとやわりとした予想って感じでしたが、結構最近本当に233系が中心なんじゃないかっていう風に思われる、やばい情報が出たんですよね。もちろん直接高崎地区への E233 系の導入は検討しましたが、取りやめしますとかそういうことは書いてませんでしたが、ただ明らかにもうそういう風に読み取れちゃう結構やばい文章があったですよ。次はこのことについて紹介しましょう。業務部速報という仙台地方が出した労働資料によると、キハ110系が全て郡山にある車両センターで延命工場した上でまだまだ使っていくことが判明しました。この資料には E531 系の機器更新や他にもなんかいろんな工場していくっていう風に書いてましたが、なんとここによるとキハ110系が見た感じ多分ですが、高崎のやつについては全部延命工場した上でもうちょっと使っていくかなっていう風に思われる記述があったんですよね。いわゆる電車を定期計算をする際に郡山で面倒を見ているキハ110系については全部どうやら延命工場する対象になっているそうですね。8号車は高崎に行って結構なんか郡山からは遠そうですが、一応確か検査は郡山でしている記憶があるんで、多分今回の8号線のキハ110系についても延命工場対象かなっていう風に思われます。ちなみに今のところ延命工場内容については判明していません。おそらく多分車体が普通高車体ってこともあり、結構車体がちょっと傷んでいる可能性もあるため、そういったところの修理や他には内装で LED 電球化とかをする可能性もありますね。 LED 蛍光灯を使った方が一応エネルギー面では効率いいし、また普通に長寿命ってこともあり、場合によっては明るくすることができるため結構役に立つですね。最近は結構費用も落ちてますし、割と導入する可能性はあるかなっていう風に思われます。また内装とかでもやっぱりちょっと塗装とかが剥げてるところについて直す可能性もありますね。でもこれについては結構なと思いません。実際機器更新した E231 系とかで壁がボロボロな編成がありますからね。なんかちょっとこれについては微妙ですが、まあ可能性としてはあるという風に言っておきますね。あとはもしかしたら細かい部品等が交換される可能性もあります。さすがに延命って感じなんで、ずっとなんか2、30年も使っていくわけではないでしょうが、まあとはいえ少なくとも10年15年ぐらいは使っていきそうなんで、延命工事をする際にもしかしたら一部の例えば配管とかが新しくなる可能性もありますね。エンジンを新しいものに交換するかどうかまではちょっとわかりませんが、まあとはいえ結構機器更新とまでは言わずともそこそこ大規模なリニューアル工事をするかもしれませんね。ただ JR の方針的にこれまでそこまで大体に更新したケースは非常に少ないためちょっとなんとも言えませんが、ただとはいえ一応延命工事をすることは労働資料から判明しています。一応この仙台地方の新しい情報が出たんですが、ただその一方でこの延命についてちょっと矛盾があるんですよ。それは8号線は2020年から新車を導入するっていう風に2020年度版のベストプラクティスが書いてあったため、ちょっとこの内容と矛盾するんですよね。結論から言うと2020年度版の方が情報が修正されてちょっと変わった可能性が高いっていう風に思いますが、ただやっぱりこのことからちょっと車両計画が変わったじゃないかっていう風に考察することができるんですよね。一応この情報によると2024年から新車を入れることが判明したため、この記述と結構真っ向から反対する感じで不思議ですよね。でもどうして一応新しい方の仕様が正しいという風に思うんでしょうか。答えとしては JR 的に過去に一部車両を延命工事することを株主総会の仕様で明記したですよ。どうやら株主総会の仕様ではこれまでは機器更新一回して潰していくっていう感じでしたが、それを取りやめて一部車両では機器更新した後もう一回延命工事をして、そして廃車にすることによって電車を長く使おうっていう風に言ったんですよね。2020年頃はまだこういう話はなかったですが、2021年になるとこういう話があったため、ちなみにこの話については JR の公式の資料なんで
おそらく間違いないかなっていうふうに感じます。おそらくこの内容を反映した2021年度版の新しいこの仙台社の延命工事のお知らせツイートはそこまで間違ったことは書いてないっていうふうに個人的に感じますね。少なくともこの判断を踏まえた一番最初の資料が最も正しいんじゃないかっていうふうに思われるせに、この判断を踏まえていることから多分個人的に P810 系は新車に交換されずしばらく延命された上で活用されていくんじゃないかなっていうふうに思いましたね。そしてこの情報から E233 系の高崎地区も中心になるかなっていうふうに考えますね。というのも新車を導入を8号線で取りやめていることから同様にするんじゃないかっていうふうに考えることができます。 JR としてはおそらく211系をもう少し使い倒すか E131 系 E129 系を代わりに新車として入れる可能性がありますね。一応高崎地区みたいな線区に対しては仙石線みたいに E131 系が来るような感じですし、また E129 系が一応上越線とかで走ってますから、同様にこっちを導入する可能性もありますね。まあ、どちらにしろいわゆるさっき紹介した延命とかを本気でやるつもりなので、おそらくですが E233 系も景品特性使って E131 系や E129 系を入れる可能性が結構出たかなというふうに感じます。さすがに211系はちょっと延命するにしても年代が結構古いためにさすがに新車に交換する可能性がありますが、キハ110系の延命とかもあるため、やっぱりそれに関連してなおさら233系を導入可能性が下がったなっていうふうに感じましたね。おそらくですが元々は8号線に新型のハイブリッド機動車を導入する計画があったものの、これをおそらく取りやめてキハ110系を延命することをしたため、多分ですが高崎地区に関するベストプラクティスが相当変わったじゃないかっていうふうに思われます。おそらく新型機動車を導入しようと思ったのは、多分ですが GNSS 無線踏み切りシステムがかかっているでしょうね。多分 GNSS 無線踏み切りシステムの関連装置を搭載するために新車を導入しようかなっていうふうに思ったのでしょう。どうやら無線装置とかが必要ですからね。多分キハ110系に導入しようと思ったら多少改造する必要がありそうです。ただ実際改造することは結構そんなに難しくないかっていうふうにも感じますね。多分ですがこの GNSS 無線踏み切りシステムは多分電車の上にアンテナを置いて、そして電気へと繋いで電気を供給する回路さえ作れば多分ですが動くと思うため、キハ110系でももしかしたら今回の延命工事合わせて GNSS 対応改造をする可能性もありますね。まあ、これについてはまだ労働資料にはっきりとは書いてませんが、可能性としてはありそうです。一応多分さっきも紹介したようにいわゆる無線アンテナとかをつけて、あとは無線通信するための環境さえ外部的に整えれば OK なため、多分ですが一応電車上にはいわゆる電車の走行位置を送るための GPS 関連装置をつけば終わりなんで、そこまで大きな問題にはならないかなっていうふうに感じますね。個人的には改造しようと思っても新車に取り付けるに比べてそんなに費用は大きく変わらないかなっていうふうには思います。確か NTT ドコモのなんかルータみたいなものが屋根についてた感じだったんで、多分そんなに110系でもトラブルにはならないかなっていうふうに思いました。まあ、とはいえこんな感じで本来は交換されるはずだった910系が残ることが判明したので、多分ベストプラクティスも相当内容が高崎地区について修正されたのかなっていうふうに思っています。だから E233 系についてもこれまでのこの状況を踏まえるとやっぱり中止になっちゃった可能性が高いんじゃないかっていうふうに思っちゃいましたね。もしかしたら E119 系導入したりとか E131 系とか、場合によっては211系がなんか下手したら結構長い期間走っちゃう可能性もあるのかもしれませんね。このようなことから高崎地区の E233 系は中止になったかなっていうふうに個人的には思っちゃいました。というわけで皆さん今回話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクリーミーって単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価だったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒にしていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来に関する推測情報も発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーも忘れてみてくださいね。というわけで今回はこれで終わりましょう。バイバーイ。おまけとして、209系は、延命サイドカーについて話していきましょう。一応、209系ってもともと確か、延命対象外だった記憶もありますね。というのも、割と結構 JR 的には最近の E233 系サイドカーを中心に、延命していくのかなっていうふうに当初思ってました。ですが意外にも、910系のような、古い電車は意外と、延命されたりと、案外と209系世代も、延命される可能性が出ちゃいましたね。さすがに0番台ベースの、2000番台、2100万台についてはちょっと厳しいかなっていうふうにも感じますが、ただ500万台についてはカオセとしてはあるかもしれませんね。
8光線向けの3500万台含めてありえかもしれません。ちょっと残念ながらいい日田系が今現在廃車気味ですが、まあとはいえ209系がこれからも延命されるかもしれないなっていう風に思っちゃいましたね。これから JR ますます電車の事情が変わっていくのかもしれません。これからの JR の様子をしっかりウォッチしていきましょう。というわけで今回の209系関数巻きは終わり。